はい、それでは時間になりましたので始めたいと思います。 Google ニュースラボティーチングフェローの古田です。よろしくお願いいたします。皆さん音声は聞こえているでしょうか？もし聞こえてたらチャット欄に書いていただけるとありがたいです。はい、進めていこうと思うんですけれども、本日は3日目で、内容としてはさらに深く情報を深掘りしていくための手法について、ツールやワークフローなどについて説明したいと思います。で、事前資料を共有しているので、そちらリンクの方から見てみてください。で、今日バーッとかなりのスピードでいくので、わからないところはだいたいその資料の方にも載っているので、ぜひ見ていただけたらと思います。それでは進めていきます。あっと、よいしょ。はい、インターネットは今ビジュアルがすごく増えてきています。そして、皆さんもお聞きになったことはあると思うんですけれども、例えば、ディープフェイクなど、その AI で作られた顔や音声などを混ぜ込んでですね、どっからどこまでが本物の画像なのかがわからないみたいなものであったり、人工的にもう人間を作り上げてしまうような手法というものも実際増えてきています。ただし、増えてきているとはいえ、そのいわゆるディスインフォメーションの中ではまだまだごく一部なんですね。なので、もっと基本的なところ、テキストや画像や動画一般などについて、その全てはですね、その文脈と裏付けによって多くのものは検証できていく、ファクトチェックできていくので、そういうところを今日はお話ししたいと思います。でですね、なんでこのテキストというものがいくらビジュアルが中心のネットになっても重要かというとですね、例えば YouTube でもその動画のコンテンツをこう整理する、まとめるにはですね、紹介するには結局テキストなんですよね。見出しがついてるじゃないですか。で、この動画の中身はこんなものですよっていうふうに紹介する文章がある。だからテキストでインデックス整理されてるんですね。なのでテキストを調べていくというものが動画の時代においても非常に重要になってくる。で、もう本当効果的な検索をすることによって大半のミスインフォメーションは検証ができてしまいます。そのどういうふうに効率的効果的に検索ができるのかということが大きな勝負になってきます。で、そのためにはそのどういうふうなキーワード検索をしていったらいいかなっていうのを仲間でブレストするとかですね、テストをしてみる、で、それを反復して改善して実践していくというのをぐるぐる回していく必要があります。で、ブレストというのはですね、そんな1時間とか取る必要はないです。もう本当に5分ぐらい、こんな言葉で検索したらなんか情報が引っかかってくるんじゃないのかっていうのを、もうみんなで何度も何度も短くやっていく。で、検索ワードをこう決めていくコツっていうのがあって、一つは具体的にこう述べていきましょう。もう例えば災害とかよりも洪水の方が具体的だし、事件よりも例えば火事とか乱射とかデモとか何でもいいので、このできるだけ具体的、大雑把な検索ワードにすると情報がいっぱい引っかかりすぎてきちゃって、絞り込めないんですよね。なので具体的に選んでいくと。で、あと類似語、その例えば氾濫っていう言葉と洪水っていう言葉は同じ意味を持ってますよね。で、その時にそのすごくいい情報が氾濫って言葉だったら引っかかるのに、洪水って言葉だと引っかからないとかあるので、まあ類似語をどんどん抑えていくとかですね。あと地理的に特定していくために、村の名前とか近隣の場所の名前とか通りの名前、広場の名前などを特定していくとかですね。あと、これもよくあるのが、こう略語、流行語ですね。例えばその Q アノンに関する情報を日本で調べろうと思ったら、日本のそれの、変化した言葉である J アノンとか QJAF っていう言葉を一緒に調べるとかですね、こういった風なやり方をしていく必要があります。で、あと一番下のは、これ英語に特有ですけど、ミススペリングされているケースが非常に多いので、ミススペリングも探していくみたいな感じでやっていくと。で、こういうのって場数を踏むとだんだんいい検索ワードっていうのが分かっていきます。で、これもすごいテクニック的なことですけど、ハッシュタグに関してはハッシュタグのところは除いて検索ワードにする。なぜならそうするとハッシュタグついてるバージョン、ついてないバージョン両方をガサッと検索できるからとかで、先ほども言ったその具体的に、あと名詞をどんどん使う、あとその例えば Q アノンの人たちに関して調べたいとか、
ワクチン陰謀論者について調べたいと思っている時には、そのワクチン陰謀論界隈でよく使われているスラングとかジャーゴンとかをきちんと調べておくとか、でそれを自分でスプレッドシートとかで管理しておく、こういう言葉がいいなみたいなのを、そうしておくとみんなで共有していろいろ調べていくことができます。であとこれもとても重要になってくるのが、日本語だけではなくて外国語でも検索しましょうねと。でこれなぜ重要かというとですね、ミスインフォメーションの特徴として、その日本で流行ってるミスインフォメーションは実は1ヶ月前にイギリスで流行ってたミスインフォメーションみたいなことがよくあるんですよね。なのでその情報について深掘りしていくときには、必ず他の国でも、まあ、最低限英語では調べてみるっていうのはやった方が良いと思います。で人気のプラットフォームでどんどん調べてみる、つまりはツイッターであるとかインスタグラムであるとかフェイスブックであるとか TikTok であるとか、そういうところでも同じような情報流れてないかっていうのをどんどん調べていく。で結果を見て、その他の検索ワード、あこっちの方がいいものが引っかかるんじゃないのかなみたいなことをどん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 調べていくっていうものがとても重要です。でそういう時にすごく有効なのが、いろんな便利ツールがあるんですよね。例えばこの Twix Explorer っていうのはどういうものかというと、その検索ワードが入ったそのツイートに含まれる品種単語とかハッシュタグを勝手に調べてくれるんですよ。でこういう、ツールっていっぱいあります。 Twix Explorer だけじゃなくて、例えば LightTag っていうツールとかも聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、まあ、残念ながらですね、ほとんどのツールは日本語に未対応か対応してても非常に不十分なので、まあ、こういうツールに関して使うときには主にその英語のものをやるときの場面が多くなるのかなと思います。日本語でも、日本語ですごい使えるツールあるよっていう方もしいらっしゃったら、ぜひチャット欄に書き込むか、後で僕に教えてください。僕も探してるんで。であと検索手法とかでですね、覚えておいた方がいいのは、いろんな公式検索機能があるんですよね。実は知らない方が多いんですけど、でしかもこれって本当毎月のように新しい機能が乗っかってきてたり、機能が強化されてきたり してます。数年前は例えば Facebook の検索機能、後でもちょっと説明しますけど、まあなかなか使いにくかったんですけど、今すごい使いやすくなってたりですね、するので、そういうところも使ってみる。例えばその日付時間フィルターとかですね、皆さん使ってますか？日付時間フィルターを使えば、今赤い印つけてるところですね、ものすごい細かいところまで、絞り込んで、検索していくことができます。でそういうことによって、その例えばどこどこで災害が起きた、火災が起きたみたいな時って、今すぐにネットに動画を上げる人増えてきてますけれども、そういったものをかなり絞り込んで見つけるみたいな作業もすごく楽になります。でこういうふうにして、どんどんその検索後とかですね、各プラットフォームの検索とかを絞り込んでいくと、モニタリングするため、モニタリングってずっと、まあ、常時監視していくんですよね。まあ僕もいくつかのツール、これも後ほどまた紹介しますけれども、で検索ワードを決めてですね、もう決め打ちで定点観測している人たちがいます。でそういったことを繰り返す。でその定点観測する中でも、あこっちの方が検索ワードとしていいなっていうものがあれば、どん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  AB テストをしていったり、自分の中で、で精度を上げていくと。でそれで反復と改善を繰り返していきましょうと。でその時にできるだけその同じようなことをしている仲間たちと連絡を取り合って、こっちの方がいい情報見つかるよみたいなことを情報交換すると良いのかなと思います。で、この検索に関してなんですけれども、検索オペレーターって聞いたことない人いらっしゃると思うんですよね。使ってる人にとっては使わない人がいるなんて信じられないっていうレベルだと思うんですけれども、知らない方もいらっしゃると思うので、ちょっと必須の Google オペレーターをバーッと話します。これは全て先ほど配った、デジタル報道ハンドブックのリンクから見れるので、そちらを確認してください。でオペレーターって、その検索後の前にコロンの前につけることによって、そのいろんな絞り込み検索ができます。まあ一番単純なやつはマイナスってつけることによって、いろんないらない情報を取り除くみたいな方法ですね。例えばプ
プロスポーツチームのベアーズっていうところを検索するときに、普通にベアーズってだけやったら、アニマルの方のベアがいっぱい出てくるので、マイナスアニマルってしちゃうとか、そういうやつですね。でそうすると検索結果綺麗になると。ジャガーを調べたいときに、車の方を調べたいのか動物の方を調べたいのかとか、そういうやつです。トランプって調べるときに、大統領を調べたいのかカードゲーム調べたいのかみたいな。で、あとこれが僕もう一番使ってるオペレーターなんですけれども、サイト検索ってやつですね。正確にはそのドメインの中を検索するというものなんですけれども、 site コロンっていうふうに前に打ち込むだけで、そのサイト上にある情報をガサッと取り込むことができる。で、まあ例えばですね、まあ一番僕が使うのはサイトコロン go.jp です。でそうすることによって go.jp、 つまり政府が管轄するウェブサイト上の情報に絞ってあらゆる情報を検索することができる。例えばコロナウイルスワクチン、サイトコロン、go.jp って書くことによって、その政府が公式発表をサイト上でしている情報だけに絞って検索できる。もしそれをサイトコロン mhlw.go.jp にしたら、厚生労働省のウェブサイトからそういうのをガサッと情報を取ることができる。このサイトコロンを知ってるだけで情報収集能力、スピードっていうのがあっという間に速くなります。次にこのファイルタイプ、これもすごく便利で、ファイルタイプコロンとすることで、例えばファイルタイプコロン PDF ってすると、 PDF タイプだけのファイルタイプだけの情報がガサッと取れたり、DOC だったら、ドキュメントですね、ワードドキュメントとか、 PPT だったらパワーポイントとかですね、 XLS だったら、Excel、 まあそれぞれこの XLSX とか新しい形式の、ものも生まれているので、それを両方検索することによって、例えば数字的なデータが知りたいんだったら XLS で調べたり、スライドを見たかったら、PPTXにするとか、そういうふうな使い方ができます。あ、ちょっと今コメント欄に質問が来たので、もう一回リンクを送りました。このリンクから、デジタルフォードハンドブック見れます。あと特定の語句検索は、ダブルコーテーションで、囲む。まあこれは知ってる方多いのかなと思いますけれども、まあ、特に英語で調べるときにはこれ必須な手法ですね。で、これらのオペレーターをですね、掛け合わせることもできます。例えば、サイトコロン go.jp、ファイルタイプコロン PDF でワクチンとやる打ち込めば、政府が発表している公式の PDF ファイル、ワクチンに関するものがすべて検索できるというような使い方ができます。日本政府の場合って公式文書 PDF で出したがるという特徴があるので、これでいろんな文書がガサッと手に入ることができます。で、こういうのを覚えるのめんどくさいっていう人にはですね、この Google の検索画面の右下にあるところからですね、その高度な検索っていうものをアドバンストサーチって英語だと書いてあるんですけど、を選べばですね、もうこういうふうな、その一覧スキーに打ち込めばですね、今言ったようなことが全部できちゃうようなサイトも準備されているので、オペレーターを打ち込むのがめんどくさいという方は、こちらを活用すると良いのかなと思います。で、本当にいろんな結果が出てきます。で、そのいろんな結果をですね、例えば、地域によって、変えることもできます。アメリカの地域指定をして出てくる検索結果と、日本を地域指定して出てくる検索結果って当然違うので、そういった風にして、変えていく方法もあります。そしてここまでは知ってる方多いと思うんですけど、次にですね、実は他の検索エンジンも使うっていうのもなかなかいい手法です。このビンとかダックダックゴーとかキャロットとかミリオンショットとか、検索エンジンって他にもあって、それぞれ癖が違います。全然僕が Google だからというわけではないですけど、 Google の検索エンジンが一番いろんなものをこの効率よく集めるには
適してるなとは思うんですけれども、それぞれですね強み弱みみたいなのがあって、であとそのオペレーターの使い方も少しずつ違ってですね、使い分けてみるっていうのもいろいろなものを詳しく調べるときにはすごく有効かなと思います。でツイッターも同じようにその高度な検索の機能があります。こちらもそのツイッターの高度な検索っていうので調べると、その細かいその条件指定をつけた検索をすることができます。で例えばその誰特定の個人のツイートだけ集めるとかですね、そのどこどこの場所の半径1キロ以内でツイートされたものだけを集めるとか、日付指定をするとか、500リツイート以上されているものだけ集めるとか、いろいろそういうふうな細かな検索結果を探すことが実はできるようになっています。なのでこちらのアドバンストサーチ、高度な検索もぜひ活用するといいのではないのかなと思います。でそれをする際に一番使いやすいツールがこのツイートデックというものです。これツイートデックを使ってないという方はですね、本当ツイッターをやるそのパワーを使い切れてないので、ぜひツイートデック使ってください。ツイートデックっていうのはこういうふうに一つのカラム縦の列だけではなくて、いっぱいそのカラム縦の列を作ることができるんですよね。でそれぞれにその普通のタイムラインだったり、そのある特定の検索結果のタイムラインだったりっていうのをこう並べることができます。でそこにですねいろいろ細かなですね検索の指定をかけることができます。例えば僕は国会議員のツイッターリストを作ってるんですよね。その国会議員でツイッターアカウントを持ってる人たちのリストをですねズバーッと並べてて、でその人たちの発言をずっと見てます。で例えばなんかポイントとなるような、例えば入管法改正みたいなのがあった時に、入管法に関してツイートしている議員を一斉に見ることができるとかですね、そういった風なものを作っていたり、あと災害発生時には例えば熊本県で今この瞬間に川が氾濫している写真をアップしている人たちのツイートを集めるみたいなことを、このツイートデックを使うとですね、簡単にこの右上のところから指定をすることができます。場所であったり、ツイートしている人であったり、今言ったようなその500リツイート以上されてるかどうかであったり、写真であったり動画であったりを絞り込んで検索をかけることができます。なので記者の方であれば本当に必ず使ってほしいツールの一つです。で次に Facebook はですね、かなり癖が強くてですね、すごい使いやすかったサードパーティーツール、他社製のツールがいきなり2019年6月に一斉に使えなくなったりしてですね、結構大変なんですけれども、一つすごくいいのはですね、 Facebook の、お手製の自家製の検索のフィルターがすごく成長しています。で役に立つフィルターがいっぱいあってですね、その日付とか、あと人物、その人の友達の友達かどうかとかですね、その写真も日付、投稿者、写真タイプ、位置情報とか、いろんなことをですね絞り込んで検索できるようになってます。これ知らない人が多いんですけれども、これもぜひ使った方がいい内容で、あとその人のアカウント内検索っていうのもあってですね、なんか人がこんなこと言ってたような気がするみたいなものがあれば、その人のアカウントに行ってですね、その人のアカウントの中の発言を公開設定のものであれば検索することができます。そうやっていろんなものを探すことができると。であとサードパーティーツール、今でもまだ使える、サードパーティーツールとしては Who Posted What っていうのがあります。これもめちゃめちゃ使いやすくて、その日付を指定してこの日にこの言葉に関して投稿されたものだみたいなもの、まあ、先ほどの事例で言うとやっぱりこう入管法とか、やっぱり先日のものはものすごい大きなやっぱ節目だったので、その日に入管法について誰が発言してるかなみたいなものをガサッと取ってくることも可能です。でこの検索結果っていうのがですね、その投稿がバーッと出てくるんですけれども、これをちょっといじればですね、写真とか動画を探すことができるんですよね。これURL 部分ちょっとこれだと小さくて見えないんですけれども、 URL の中に POSTS って POSTS っていう部分があるんですよ。
で、URL とかを見るのが好きな人は、これを見た瞬間に怪しいと思うんですよね。ポスツってなってるってことは、このポスツの部分を他の言葉に変えたら、他の検索結果が出てくるんじゃないかと、勘のいい人はすぐ気づくんですけど、で、やってみたらその通りに出てくるんですよね。ポスツをビデオ図に変えるだけで、検索結果が投稿から動画に変わります。で、これでどんな動画を見ているのかっていうのが、どんな動画が投稿されてるかわかるし、フォトズに変えたら写真が出てくるんですよね。なんて便利なんだって思うんですけれども、こういったところを知っておくといいのかなと思います。で、あとこれすごく重要なんですけど、自分が情報を見つけられなかったからといって、それが存在しないとは限りません。その証拠が見つからないということは、証拠がないという証拠にはならない。あなたの検索能力が低いだけかもしれないということは、重々承知しておいた方がいいと思います。で、そういう時にはその検索をより的確にする必要があるか、もしくはプラットフォームがそれが検索しにくい、できにくいようにしている可能性があるということは、やっぱり知っておいた方が良いのかなと思います。はい。そしてここまで話して僕今気づいたんですけど、本日のゲストを紹介してなかったですね。ここからちょっとまたゲストにですね、具体事例を紹介していただきたいと思うんですけれども、本日のゲストはですね、朝日新聞政治部記者の南明さんです。よろしくお願いします。はい、南です。よろしくお願いします。はい。朝日新聞でもファクトチェックいろんな事例取り組んでらっしゃるので、ぜひちょっとこれからですね、南さんにも具体例の方を紹介していただきたいと思います。はい。い、じゃあ資わ料かのり共まし有よろた。しくお願いします。はい。どうですかね。できてないですか。いや、来てないですね。シェアスクリーンからもう一回やった方がいいと思います。あ、これですね。はい。あ、はい。OK です。いいですか。では、お願いします。はい。そうですね。大丈夫ですか。はい。はい、じゃあよろしくお願いします。朝日新聞政治部の南と申します。私は今、国会取材班の、国会の審議などのですね、取材を担当しておりまして、2016年に朝日新聞が初めてファクトチェックをやった時にも立ち上げに携わりました。そんなご縁でですね、今日、お招きいただいた次第です。朝日新聞のファクトチェックは、この左側の写真、記事がですね、一番最初だったんですが、2016年の10月に、ファクトチェックを開始しました。これはアメリカのトランプ大統領がですね、当時、大統領選を戦っている中で、アメリカではのメディアではかなり活発に行われている中、当時アメリカから留学帰りだった国会ハントキャップのですね、園田さんっていう、今、ワシントン、総局の記者なんですが、ぜひ、やっぱり日本でもこういった取り組みをやるべきだということで、一緒に取り組むことになりました。私もちょうどこの、2016年の前にですね、2013年から15年の夏にかけて、大阪で橋下徹さんを中心にですね、大阪維新の会などを取材をしてまして、やっぱりこう、今までのこう政治報道は、政治、新聞やテレビ、それを通す形でいろんな発言が報じられていくという、世の中に広がっていくという流れだったのに対して、橋下徹さん中心、こう、ツイッターでどん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 様々な発信をして、ある種それにメディアが振り回されるとかですね、それが後追いするようなですね、もう、政治の情報の流れが変わってきてるというところの、中にこう実感をしていたので、やっぱりそうした流れが変わる中で、出ていってる、世の中に広がっている情報を、きちんと検証していくことが、メディアの新しい役割、これからの役割ではないかということで始めました。
で、その後2017年10月の衆院選でも、同じようにですね、ファクトチェックの取り組みをしまして、その後少しですね、まあ、メンバーが変わったりとかして、属人的な理由もあってですね、取り組みが少し、下火になっていたんですが、まあ、2020年の大阪の、住民投票、大阪都構想をめぐる住民投票の際も、ファクトチェックを行われて、最近ではですね、まあ、去年の11月からオンラインイベントで記者サロンという形でですね、2ヶ月か3ヶ月に1回のペースなんですが、国会での審議、まあ、それを中心にしながら、ファクトチェックイニシアティブというところの、副理事長を務めている立岩陽一郎さんと、国会審議を、主にいろんな形でウォッチ、分析をしている、法政大学の上西光子さんと私の3人で、ファクトチェックを進めているところです。で、まあ、日本とですね、アメリカのファクトチェックをやっていく中で、まあ、非常に、まあ、カルチャー的な違いもあってですね、これ政治家の発言を我々メインにやっているんですが、まあ結構、まあそのカルチャーの違いで苦しんでいるところもあります。まあアメリカだと発言者に立証責任があるという形で、まあ結構、まあトランプ大統領の発言を含めて根拠がないものは、まあ虚偽だと、誤りだということをかなり、断定しやすい。まあそういうレーティングをしやすい、状況があるんですが、まあ日本はなかなか、そこまでのですね、発言者に責任があるんだということのカルチャーが十分に根付いていないということもありまして、まあどうしてもミスリードとかですね、まあそういった形の、まあ誤りとか虚偽とか、まあそこまで断定しにくい中でのファクトチェックというところもありまして、少しもどかしい面もあります。まあ、あともう一つは、日本の場合、これは政治のとメディアの、まあ、今までの慣行の、まあ、悪しき部分とも言えますが、記者会見とかですね、まあ、インタビューでの、オンでの発言者をきちんと特定した発言というものではなくて、発言者を特定しないオフレコの取材に基づく、発言っていうのが、まあ、様々、まあ、報道でも、飛び交っているという状況なので、結局、発言者を特定できない、そのオフレコの部分については、この検証対象からどうしても外れてしまうということがありまして、まあ、そうしたちょっともどかしさはあるところです。だまあ、そうした中でもですね、まあ、今ちょっと画面の方で見せている国会会議録の検索システム、まあ、昭和22年の、まあ、国会が始まって以降の会議録の全発言が、収容されているデータベースや、まあ、あとはですね、まあ、報道機関の場合は、政治家の発言とか記者会見のやり取りなどをですね、すべて、メモに起こして、まあ、それを共有していますので、まあ、そんなものも使いながら、取り組みを進めているところです。で、先ほど、古田さんの方からですね、様々な検索システム、いろんな便利な使い方の方をご紹介いただいたんですが、まあ当然そういったものも使いながらやってはいるんですが、まあ国会でのですね、様々な発言を我々がチェック、ファクトチェックしていくときの、まあ一つの、まあ勘どころみたいなところを、まあちょっとご紹介しながら、進めたいと思います。やっぱり日本の政治家のファクトチェックの対象になりやすいのはですね、まあ、誇張の文言が入っているところほど、やっぱり、まあ、おかしさ、まあ、事実に反する部分が隠されているという傾向が強いと思います。これ最初にお見せしたのはですね、前総理の安倍晋三さんが、の発言なんですが、2016年夏の参院選で、まあ、安保法制、集団的自衛権を解禁する安保法制をですね、まあ、成立を前年させて、それ後の翌年の参院選で、安倍さんちゃんと説明をしていたのかということを、党首への答弁でした。
で、それに対して、まあ、再選を言って、私は街頭演説などで、必ず平和安全法制。まあ、これは、まあ、与党側の言う安保関連法のことを指していますが、まあ、これについてお話をして、まあ、理解を得てきたんだ、ということ、形で、まあ、安倍さんは説明をされたんですが、まあ、この、やっぱ、必ずという、妙な強調がですね、これは、本当かな、というところで、まあ、引っかかりを持ちまして、まあ、これ調べてみると、まあ、朝日新聞の方で参院選の期間中に安倍さんの、街頭演説を取材したのは全部で64箇所あったんですが、まあ、その、取材メモをですね、全部、確認をしたところ、まあ、実際には平和安全法制、まあ、安保関連法ということを言葉を出していたのは64箇所中20箇所だけでですね、まあ、44箇所では出していなかったということで、まあ、これはミスリードだという形で判定をしています。まあ、またですね、やっぱ同じようにこう誇張するというところに誤りが隠されているということは、まあ、この国会でも、今行われている国会でもありまして、これは総務省幹部がですね、菅さんの長男の勤めている東北新社という放送関連会社から、まあ、様々な接待を繰り返し受けていたという問題が発覚した後に、所管する武田良太総務大臣が、今年の2月に答弁したものですが、まあ、この接待の事案によって放送行政が歪められたということは全くありませんという形で当初打ち消しを、図ろうとしていました。まあ、この全くというですね、まあ、強いこう刑務所を使ってこう打ち消しを変わろうとしたわけですが、やっぱこう実際には会食で衛星放送に関する話をしていたりとか、まあ、国家公務員倫理法違反で、まあ、こう利害関係者同士でこう会食していたということがですね、発覚してこれ処分になったりとか、まあ、さらにはですね、この会食をしていた先の東北新社が、まあ、接待を受けていた幹部が、その担当局長などを務めるときにですね、外資規制違反をこう見逃してもらっていた疑いとかが浮上したりとかですね。まあ、さらには NTT のという、まあ、別の違法接待も発覚するという形で、まあ、全くありませんというのとは程遠いということで、これは誤りという判定をしたものがあります。やはりこの同じようにですね、まあ、先ほど安倍さんは必ずというような強調をしていたんですが、まあ、武田大臣、政治家においても全くとかですね、まあ、そうした、強調、誇張の、こう、形容詞が入っている場合は非常に怪しいということ、形で、まあ、そうした政治家の発言の特徴などをですね、加味しながら、こう、分析対象を絞り込んでいる、で、検証しているところです。で、ちなみに菅総理なんですが、まあ、菅総理は、まあ、総理大臣になる前には官房長官7年8ヶ月、安倍総理を支えるという形で進められてきましたが、まあ、菅さんもですね、やっぱりこう、誤り、検証対象になりやすいのはですね、先ほどから出てきたようなのと同じですね、全くとかいう、誇張が入る形容詞の場合が多いです。これ全く怪文書みたいな文書じゃないでしょうかって言ったのは、これは2017年5月ですね、当時、加計学園の、獣医学部新設問題をめぐって、総理のご意向という文書が出てきて、これは安倍総理のが、の友人ですね、が、まあ、理事長を務める加計学園に対して、こう、まあ、有利にことを運んだんではないかと、で、いう文書が出てきて、まあ、それを真っ向から打ち消すようなですね、記者会見での発言だったんですが、まあ、これも、全くないという形で言っていたんですが、まあ、1ヶ月後にですね、事実がひっくり返ると。で、同じように、まあ、菅さん、記者会見での質問制限というのはかなり問題になったんですが、まあ、これを、記者の側に求めたことは全くありませんし、まあ、そんなこと答える必要もないという形で記者会見で言ってましたが、これも実際にはそういった要請をしていたことは、すぐに明らかになって、これも間違いだという形で検証しています。まあ、菅さんの先ほどの、武田大臣の発言でですね、紹介したものでも、接待問題でも、
総理は完全に別人格ですから、会社の一社員ですからという形で、こう、自分との関与みたいなのを否定をしていったこともありますが、まあ、菅さんの場合は、全くありません。全くないっていう、形の答弁をしたときにですね、まあ、それで、質疑を遮断をするような形を取るんですが、まあ、その場合には、やっぱり、後々、誤り、事実に反することが見つかる傾向が多いので、まあ、こうした、政治家の発言の癖とかですね、みたいのを、我々加味しながら、こう、分析をしているところです。で、まあ、やっぱりこの、政治家の発言に加えて、まあ、しっかりこれからファクトチェックで検証対象に政治の発言で言説で検証していかなくちゃいけないなと思って、強化していかなくちゃいけないと思っているのは、まあ、政権の周辺者だってですね、まあ、政治家の周辺者の発言っていうのも、まあ、かなりチェックしていかないと、まあ、これが、まあ、世論に与える影響っていうのは相当大きいなという感じはしています。まあ、これを二つ挙げたのは、昨年の秋にですね、日本学術会議の会員6人が任命拒否された時の、問題が発覚した当初にですね、まあ一つはフジテレビの、上席解説委員の平井さんがですね、まあ学術会議の人たちはこう、まあこの学術会議で働いたら、まあすぐ学士院ってところに行って、年間250万円の年金を死ぬまでもらえるんです、というような解説をして、しました。まあでも実際はですね、学士院の会員っていう130人いるうちの、まあ学術会議出身者30数人で、まあ3分の2以上の同意が必要っていう、まあかなり狭きもんだということで、まあこれは事実に反する内容で、まあこうしたものが、テレビとかですね、いろんな形で飛び交っていましたし、まあさらに、まあちょっと戻りますと、まああまり、自民党税調会長がですね、この日本学術会議というのは中国1000人計画に積極的に協力しているということを、まあブログで発信をして、まあこれすぐに、問題になってすぐにこう修正を加えていましたが、やっぱりこのブログであったり SNS、まあそうしたもののこう発言っていうのも、しっかりこう検証して、行かなくちゃいけないなというところを、今取り組みを、広げていっているところです。まあ、そんなですね、進めているところで、まあ、あとはこう、古田さんと、今日の視聴者の皆さんのご質疑を応じながらですね、さらにちょっと深めていければと思います。一旦ちょっと私の方の話は終わりにさせていただきます。ありがとうございます。はい、ここから先はですね、皆さんの質問を受け付けたいと思うので、チャット欄にどんどん書き込んでいただけたらと思います。でちょっとチャット欄に質問が出てくるまでですね、僕の方でも質問してますけれども、ぜひ皆さんですね、どんどん僕が話を聞いてる間も質問ぜひお寄せください。で今話をしたのは1日目にちょっと紹介しましたけれども、ファクトチェックって言ってもいろんな種類があってですね、まあ、僕がこの3回にわたって話してるのというのは主にこの、ベン図で言うとベリフィケーションのところ、本当にあからさまなデマとかをですね、どう見つけてどう検証していくのかみたいな話で、今南さんの方から説明していただいたのは、まあ、政治家などの発言のその真偽を検証していく左側のファクトチェッキング、ファクトチェッキングの中でもより厳密な言葉で言うファクトチェッキングに近い話が多いのかなと感じました。でその中ででもですね、お話ししていただいた部分にあるその政治家の誇張表現って、これまあどこの国でもそうなんですよね。先日もバイデン大統領の一般教書演説で早速これは誇張だこれは誇張だっていろんなところに突っ込みを受けてましたけれども、今の中でもあったその日米の違いとして僕もすごく気になるのがですね、そのアメリカであれば根拠なく言った発言についてはこれは根拠がないっていう判定を食らうんですよね。根拠があるなら証拠を出せっていうふうに記者の側からホワイトハウスとかに問い合わせがいくと。でホワイトハウス側がそれでデータを提示できなかったら、その記事の中にホワイトハウスはデータを提示できなかったって書かれちゃう。
なぜそれと同じことが日本ではないのかなというのが、僕単純に不思議なんですけど、これなんでなんですかね。まあ、やっぱりこの発言者に責任があるというところの、まあ、そこのなんかカルチャーを作りきれてなかったところが、まあ、これはこう政治とメディアの関係性において作られてきてしまったんですけど、そこの部分が大きいのかなと思いますね。で、結局なんか日本の場合はこう政治報道で、まあ、オフレコ取材で本音を引き出すというところが、まあ、かなり、まあ、重きが置かれていて、まあ、そうすると記者会見やこう公式に発言しているものがですね、まあ、これ形式的、まあ、建前を喋っていると。表で喋ってることは建前で、まあ、裏でこう、発言者を明示しないで、特定の記者にだけに喋ってるのがこう本音だという形で、やっぱりその、きちんとした公式の場で喋ってることに対するこう責任、まあ、ということをしっかり問うというカルチャーが弱かったというところが、まあ、ここのファクトチェックを導入されていっても引きずっているんじゃないかなという気がします。ありがとうございます。で、質問が来始めたので取り上げたいなと思うんですけど、下山さんの質問、これ僕も同じことを思いました。放送行政が歪められたっていう評価に関しては、これ微妙なんじゃないでしょうかと。これを、いや、歪められてないよって言われた時に、その、こう、いや、歪められてますというふうに、どういうふうにこう証拠提示をしたらいいのか。これって、僕がその初回の時にそのファクトチェックのあり方に関して説明をしたんですけれども、その提示された事実部分に関してチェックするのがファクトチェックであると。となると、この歪められたっていう部分に関しては、単に事実ではなく評価の部分がちょっと入ってくる内容だと思うんですよね、僕も。それをこう、いや、歪められましたっていうふうに、そのファクトチェックの検証結果を出すときに、どういう明示的な証拠を提示できるのかっていうのはどうでしょう。まあ、この事案の場合でいくと、まあ、一つはその、放送行政が歪められたというところの、まあ、確かにその、この接待があったから、外資規制違反が見逃されたんだとか、まあ、そこまでの、明確な検証っていうのは、立証はできていないというところがあるんで、これ、ちょっと先ほど、それとこれね、あ、出しますか。誤よいしょ。ましたが、これ、ミスリード、誤りとちょっと先ほど言ってしまったかもしれませんが、これミスリードという判定をしています。やっぱりこう、全くないというのは言い過ぎだという形での判定をしました。これ、まあ、誤りという判定までするとしたらば、ご質問いただいたように、きちっと接待を受けたことによって放送行政が影響なかった、歪められたということを、まあ、より厳密にこう我々として立証する必要がこう出てくるのが、まあ、日本のハッシュチェックの実情じゃないかなと思います。ありがとうございます。僕もあれで評価するとしたらですね、少なくとも誤りとはつけられないなと思いました。なんか、これって本当、収賄みたいなものと一緒で、意図とかまでは証明できないことが多いので、なかなかそこら辺が政治家の発言のファクトチェックのところに関しては、これはまあアメリカでもそうだと思うんですけど、なかなか、まあ、ハードルが高い部分は実際あるんだろうなというふうに感じます。で、次の質問なんですけれども、その朝日のファクトチェックの事例なんですけれども、これはファクトチェックというよりも、普段の政治家の発言から常にやっておくべきことであり、そうではないところが問題なんじゃないんですかというふうな趣旨の質問だと思います。で、ちょっとその部分に関しては答えてもらいたいんですけれども、その下にある新聞はデジタルメディアの速度と一線を引くべきではないでしょうかっていうところに関しては、ちょっと僕が異論があるので話しておきたいんですけれども、新聞はデジタルメディアです。なぜならウェブサイトを持っているので、これよく勘違いされている方が多いんですけれども、日本の速報を出しているののほとんどは新聞社か NHK です。なので、速度はインターネットメディアより
新聞社とかテレビ局の方が早いんですよね。なぜなら記者の数が多いから。なので、速報といえばインターネットメディアだねっていうのはもう完全な間違いです。 なので後半に関しては、その新聞社はデジタルメディアであり、速報は実は新聞社の方が強いっていう現実があるのかなと思います。で、前半部分の質問、これも非常にいい質問だと思うんですけれども、前半部分の質問に関して南さんどうでしょう。そうですね、まさにご質問いただいたように、これファクトチェックという営みはですね、通常こう、そもそもこうメディアが、応じていくにあたっての、基本動作をやってるのと、実際はあんまり変わらないところがあります。やっぱり報じるにあたってはきちんとその事実関係内容を確認をして出していくというその基本動作であって、これご質問の通りですね、普通に記事を書く際にチェックすべきことではないかということであります。だからですね、やっぱりこう、政治報道の場合においても、ファクトチェックがこう、盛んに行われるときと、行われないとき、こう、波があるんですが、これは、通常の、誤ってる発言もファクトチェックと銘打たなくても、これは事実に反するんだという形で、虚偽答弁であったり、こう、政府は間違ったことを言ってたということを、普通のストレートニュースで報じるということが、かなり、頻繁に行われているので、ここの、ファクトチェックと銘打たずにですね、やっていくものがかなり、主流でもあるので、このファクトチェックというものが、なかなか、定着しきってない一つの要因になっているかなとは思います。あくまでこれやっぱり、今までからやってきたことを、その基本動作をやるということではあるんですけど、ただ、公認的な意味としては、今まではこう、特に政治家の発言については、メディア、新聞やテレビ、ですね、そういったね、メディアをこう通して、政治メディアを通して、世の中の人に伝わるという形で、我々がスクリーニングすることが、できてきて、できるケースが多かったわけですけど、そうじゃなくて、もう政治家自身がこう SNS でどんどん自身で発信をできるようになってきている中で、我々通さないものをしっかりチェック確認をしていくということが、より強く求められているという中で、ファクトチェックを、より自覚的にですね、取り組んでいく必要があるんじゃないかなというところは感じているところです。ありがとうございます。その次の質問、その、学士院に関して、学士院に入るのは大変だのところをファクトチェックするのではなく、年250万円もらえるのかもらえないのかが第一の軸になるのではないでしょうかというところなんですけれども、これバズフィードでも同じファクトチェックやってて、確かバズフィードの方が先だったと思うんですけど、あの発言の大きな問題点って、全員がもらえるって書いてることなんですよね。で、全員がもらえるっていうのはもう明白に完全な間違いなんですよね。話にあったように全員が入れるわけでは全然全くなくて、全く別の組織のことをおそらく混同してるんですよね。で、発言が間違ってたので250万円もらえるのは本当なんですよ。でもそれ別の組織の話なので、なので、発言としては、あの発言は明らかに誤りっていうファクトチェック結果が出るのは順当なのかなというふうに、バズフィードでもそういう、当時僕まだ編集長だったんですけれども、編集長も終わってたかけど、それはそういう判定なのかなというふうに感じました。で、続いての質問がですね、関連するような質問がずらっと並んでるんですけれども、要はファクトチェックをしたものがどう信頼されるのかということに関連した質問が続いています。透明性であったり、その説明責任をきちんと果たしたものではないと、なかなかファクトチェックが信頼されず、結果としてせっかくファクトチェックしたのに、ファクトチェックする前に出てきたその対象となる間違った言説の方が広がりっぱなしになりがちであると、そのことに関して、どのような問題意識を持っていて、どのような対策を取ろうとしているのかということに関してどうでしょう。そうですね、やっぱりこのファクトチェックの作業自体は、ファクトチェックをして、それ
ファクトチェックをしたのっていう世の中に出したものが誤りだということは、まあ、これは恥ずかしいということでですね、ファクトチェックの記事を出すにあたってはかなり、まあ、手間暇もかかりますし、まあ、いろんな現実が様々飛び交っていくスピードに対して、まあ、そこに十分追いついていないところがあると思います。ただ、やっぱりこのファクトチェックをやるという、この取り組みを、掲げてですね、こう続けていくことによって、まあ、事実、やっぱりこう、事実に基づいた言説で議論し、判断をしていく。まあ、そうした、ことが大切なんだということの、まあ、その事実を大切にする人の陣地を広げていく、まあ、まあ、機運をですね、まあ、広げていくということが、まあ、ファクトチェックという形で、まあ、銘打ってですね、まあ、いろいろ報道していくことで、まあ、みんなでこう事実の大切さを共有してもらうことが、まあ、一つ意味があるんではないかなと思っています。で、確かにこの、まあ、いろいろご質問にもあるように、このファクトチェック、まあ、例えば朝日新聞がファクトチェックすることによって、まあ、朝日新聞なりの、こう、まあ、考え方であったりですね、ものの見方というところに、まあ、当然、何らかこう事実、物事を見てこう報道していくというときに、多かれ少なかれこう影響されているというところはあって、まあ、できるだけその、言説の良し悪しではなくて、こう、事実に即してこれは合ってるのか合ってないのかというところで、まあ、そこで、評価するという、これが大原則に立ってですね、我々取り組んでいるんですが、まあ、そうした認識で、まあ、いろんなメディアがこう、参加をして、こう、検証して、まあ、その中でですね、一定の、こう、共通項を作っていくということが、ファクトチェックをこれから広げていくことや、こう、まあ、そういう、まあ、いろんな情報が氾濫している中でですね、事実を、の軸をちゃんと提示していく上では必要なことなんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。この質問の中にもある部分で、僕もそうだなって思うのはですね、その、ファクトチェックコンテンツの質を高くするというのはもちろん重要なんですよね、うん、でその信頼できるだけのクオリティを出すというのはまあ当然の話なんですけれども、ただ問題は受け取る側がそもそも朝日新聞を信じていないとか、うん、受け取る側がそもそもマスメディアを信じてないっていう心の持ちようがあると。そうするとどんなにクオリティが高いものを出したとしても、そもそも相手は食わず嫌いになっている、うん、でそういう人たちに対してどういうふうな届き方をがあり得るのか、まあ、例えばコメント欄の中にはその新聞社もテレビ局も一緒に協力してやっていくとか、そういうふうなことはできないのかっていうふうな、うん、コメントもありましたけれども、うん、そこら辺ってどうお考えになりますか。そうですね、ご質問いただいたその協力っていうところがとても大事だと思ってます。やはりこう朝日新聞単体のこう信頼力っていうのはですね、やっぱり下がっていますし、まあ、これは各メディアいろいろそういった事情を抱えている中で、まあ、メディア全体として、こう、事実を大切、まあ、事実に立脚し報道するんだというところの、まあ、そうした事故を持ったところが、きちんと連携をして、みんなでこう、提示をしていくということがね、とても大事だと思いますし、まあ、それゆえに、こう、まあ、韓国とかはそのファクトチェックに関して、まあ、ソウル大学とで、まあ、主要なこうメディアが連携をして、まあ、まあ、保守的なメディアからリベラル系のメディアまでですね、様々なメディアが、相乗りする形で、こう、一つの言説を、まあ、相互に検証しながら、事実をこう、提示していく取り組みをしているんですけど、まあ、同じように、こう、日本でも、まあ、朝日新聞だけ、単体でやるんではなくて、バズフィードとか、まあ、新聞社で言えば毎日だとか産経だとかいろんなですね、メディアこう連携をして、やっぱりこう、この事実は大事にした方がいいんじゃないかというところを、そこに確認し合っていく。まあ、そうした取り組みがやっぱり必要で、まあ、それ自体がこうメディアの信頼性を、長期的に見て高めていく、まあ、ことにもつながっていくんじゃないかなと思います。ありがとうございます。まあ、信頼
に関して言うとですね、これもファクトチェックだけの問題ではないんですよね。今はなかなか海外まで直接行けないから、そのオンラインで参加するんですけど、その世界のいろんなそのジャーナリズムに関する会議にちょくちょく顔を出すんですけれども、もう大体ですね、本当最後語られることって2つに絞られていて、この5、6年ぐらいですね。何かというと、収益性と信頼性の問題なんですよ。お金どうやって稼ぎますかっていう話と、信頼をどうやって獲得しますかと。で、信頼獲得しないとお金も稼げないですよね、みたいな話がずっとぐる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 回ってるんですよね。で、その中で、信頼の獲得っていうのはやっぱり一朝一夕ではないと。もうひたすら頑張って積み上げていくしかないっていうものが語られるとともに、キーワードとしてよく言われるのがですね、とにかく説明を尽くすこと。なぜ自分たちはこの問題を取り上げていて重要だと思って説明をしているのか、皆さんに記事を届けているのかっていうことを、どのような方法論で誰がそれを報じているのかっていうのを、細かく丁寧に説明することが重要だっていうことがよく言われています。そうですね、それで言うとですね、まだまだやっぱり日本のメディアでやれることはいっぱいあるのかなと思っています。例えば日本だと、その誰が記事書いたかわからないことってよくありますし、やっぱりそういう状態だと、なかなかその皆さんの信頼を獲得していくっていうのはすごく難しいんじゃないのかなと思っています。で、あと、もう一つはですね、今南さんからも紹介があったように、みんなでやっていくっていうことですよね。いろんなその業界団体とかですね、でそういう場で、信頼の獲得の仕方みたいなことを議論しているので、それをみんなで知見を共有して実践していくみたいな取り組みも必要なのかなと思って、まさにこういうワークショップが そういう場の一つなのかなというふうに思っています。で、あと、これ調査報道に関するちょっと質問が来ていて、これ僕からも先に答えさせていただくと、ファクトチェックが厳密な一つのその定義っていうものがあるわけではないように、調査報道もある一つの厳密な定義があるわけではないというのがまず大前提としてあります。その上でですね、ざっくり言うと、調査報道って、何週間、何ヶ月、時には何年間もかけて表に出てきていない話を深掘りして調べていくっていうのが、一般的な調査報道のイメージ定義かなと思います。で言うと、ファクトチェックってその表に出てることが多いんですよね。表に出てることに関して、しかも他の人も手に入る表に出てくる情報によって、それをこれは間違ってますよって検証するのがファクトチェックなので、そこがファクトチェックと調査報道の大きな違いなのかなと思います。僕がその、ファクトチェックイニシアティブで、ファクトチェックをする大学生のリサーチャーの方々に指導をする立場にあった時によく言ってたのが、これ君調査報道しようとしてるのと、いや、ファクトチェックと調査報道はやっぱそこが違うよっていう話を、よく今のような説明で話していました。そうですね、他にも何か質問、最後のこのワクチンのアイラーの記事の件に関しては、ちょっと今日の趣旨とは違って、この話を始めるとこれだけでもう1時間ちょっとかかってしまうので、これはちょっとまた今度に別の機会の時に置いておきたいんですけれども、ちょっともし他質問ないようでしたら、最後またいつものご案内なんですけれども、なるほど、ファクトチェックのベテランの人のファクトチェックの効果的な検索。そうですね、そういったものをですね、紹介する機会も設けたいと思ってます。今回の6回の、取り組みに関しては、そのアジア太平洋諸国全体で基本的に同じスライドを使ってやってるので、ちょっと今回はないんですけれども、また改めてですね、日本の事例に特化したものに関して、その僕の方からこの具体的にこうやって調べたらこういう検証ができるんだよみたいなことをライブでやってみせるみたいなこともする機会を持てたらいいなと思っています。はい、ちょっとじゃあ最後に宣伝になるんですが、宣伝というか、フィードバックの方はこちらにお願いします。6回全部終わってからでも構いません。で、質問などありましたら、こちらに送っていただけたらと
思っております。で、ライブで見れなかったっていう方に関しては、あの質問コーナーを設けますので、質問コーナーに参加したい方はぜひこちらの方から入っていただけたらと思っております。はい、それでは今日も1時間になりましたので、これで終わりとさせていただきたいと思います。実は朝日新聞入社同期なので南さんっていうふうに言うのが非常に居心地悪かったんですけれども、ね、はい、南さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、皆さんどうもありがとうございました。失礼します。失礼します。